はい、どうも、ぐっさんです。それでは、信長の野望創造、続きプレイしていきたいと思います。前回から、相も変わらず、島津攻略を、続けておりますが、だいぶ取りましたね。泉城、人吉城、鍋城、佐敷城、そのあたりまで、そこそこ取れた。あと、高城、佐渡原城。この辺も取ったかな。と、都の城か。都の城、帯城、ここですね。取って、今は、平佐城、内城、伊作城、この辺ですね。この辺を取りにかかっております。あと、ここか。志布志城。っていうのかな？志布志城か。で、とりあえず時間進めましょう。負ける気がしないな。9900、いよいよ出てきた。我が戦お見せしましょう。加勢いたす。鉄砲手、鉄砲手、敵将捕らえたり。出るとするか。出陣するぞ。まあまあ結構食らってんね。負ける気がしないな、敵将。捕獲した。ご命令を報告いたします。うち先月の収支です。報告いたします。うちはちょっと押され気味か。まあでも、小詰めも来てるから大丈夫でしょう。まあとりあえず内政しましょう。波状攻撃。すげえ。超で渡します。あとは特にはないかな。大丈夫か。はい、ということでとりあえず一回時間を進めましょう。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。ああ追っ払われてるな。出るとするか。この戦我らの勝ちだ。これは不月城、木月城って読むかな。命にするな。伊作城も落ちた。でどんどん行こう。国見に行ってくれ。垂水城。はい、じゃあ時間進めましょう。我が戦中に終わるか。お見せしましょう。出るとするか。敵将捕獲した。元山重宗がお亡くなり、筒井定次、豊臣家臣。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。状況が変わった。まあいいや。
じゃあとりあえず内省しましょう。OK かな。とりあえず時間を進めましょうかね。あ、そうや。ちょっと待った。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。鉄砲ご用を受けたまわります。買っておこう。ありがとうございました。で、時間進めましょう。こっちも結構苦戦中やな。まあでも、ああ吉城かな、島津吉城。人たらし、何この特性。負ける気がしないな。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。はい、敵将捕獲した。次原田行こう。あと2つ承知しました。出陣するぞ。手柄を立てよ。命にするな。知らず生きるのだ。どうした、かかってきな。うちも落ちた。敵将捕獲したぞ。これでお疲れモードやな。はい、拾いして赤松拾いしてね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。あ、浪人がおる。東谷、東谷竹竹のりっていうのかな。次が、とりあえず軍団にも攻略指示は出しておきましょうか。この2つで、とりあえず内省しましょう。あ、OK かな。それじゃあ時間を進めましょうか。逃げ道などないぞ。我らも加勢する。一人だけか。負ける気がしないな。肝付き、もうこれで終了かな。逃げるなら今のうちだ。体は落ちた。突っ込んでくるかな。じゃあとりあえず一回引き返しましょうか。で、これで島津も滅びるかな。来月中には島津も滅びるでしょう。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。はい、とりあえず内省しましょう。で、まあとりあえず時間進めますか。はい、逃げれば逃げなさい。はい、これで島津が滅んだ。敵将捕らえました。島津滅んだ。誰が持ってる。捕虜、捕虜は誰が持ってる。こっちどこやこれ。鈴木家
鈴木直、木下、佐渡原城、佐渡原城。佐渡原城ってとこや。あ、これか。移動させんとあかんね。さあ、いよいよこれで、ほぼ準備は整った。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。はい、それじゃ内省しましょうか。よし、じゃあ時間を進めましょうか。ね。ああ、ちょっと。いよいよ、一番の強敵とやらないといけなくなってきました。さんが全選択。これか。はいはい。島津さんも戻ってきましたね。でいらっしゃい。これはちょっと多いよね。土佐原はちょっと多すぎるわ。これをちょっと3人ぐらいにして。知略が114にゃ。で、こっちのはどないなんだよ。そんなスピーディーにはいけなかったね。まあ、なかなか、やっぱり時間かかったね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。よし、じゃあとりあえず内省しましょう。ではでは、時間を進めましょうかね。あ、そうですね。あと1ヶ月タイムリミット。一時の平和なんで。まあ、この後すごいことになるとは思いますが。平和ですな、こっちの方は。やっぱ押されてんな、上杉。上杉押されてる。でも早いとこ戻ってきてくれんかね。2ヶ月で戻ってくれるかね。一気に行かなあかんな。機内はもう多分一気に行った方がいいっしょね、俺。長いにちょっかいかけて生きて帰れるかねみたいな感じはするけど。
行状を始めます。先月の収支です。報告いたします。まあとりあえず内省して、よし、じゃあ時間を進めましょう。一時の平穏でございますんで、ちょっと遠いとこまで行かせすぎたな。まあ、しゃあないか。これ戻ってきた。あとは。こいつやな。25に入場しました、石山号。高屋がちょっと兵少ないからな。目の前や。行状を始めます。先月の収支です。あれ、高屋の兵どこ行った？どこへ出てる？あれ、高屋の兵はしまってや。高いの一体どこ行ってんの？まあいっか、とりあえずちょっとそれは調べておこう。高いの兵がどこ行ったか分かれへんね。これ石山ごぼうに帰ってくるから、あれ高屋は？全部騎乗ってどうやって言ったっけな。じゃあ間違えた、ごめんなさい。あ、いや、じゃあ、間違えた。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。はい、ということで今回の動画はこの辺りで一回終わりましょう。それでは、またよろしければ次回の動画を見に来てください。いよいよ、信長攻めを、開始いたします。はい、ということで、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。